宮内記者会の幹事を務めております NHK の橋本と申します。天皇陛下におかれましては64歳の誕生日を迎えられますこと、記者会一同心よりお喜び申し上げます。どうもありがとう。また本日はこのような記者会見の場を設けていただき深く感謝申し上げます。陛下のお考えやお気持ちを直接伺えることは大変貴重な機会であり、それをしっかりと受け止め伝えることが私たちの大切な役割だと考えております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。この1年、明るい話題があった一方、新年には能登半島地震が発生し、多くの方が亡くなり、避難生活を余儀なくされています。この1年を振り返って、印象に残る出来事をお聞かせください。はい、年明けから間もない今年の元日の夕方に発生した能登半島地震は、お正月に家族で集まっていた多くの家庭を襲い、大勢の方が亡くなり、また怪我をされたり住まいをなくされたりしました。今回の地震に見舞われた能登地域は、雅子も私もそれぞれ学生時代に訪れて思い出深く思ってきた地域であるとともに、昨年10月に2人でそろって金沢市を訪問し、県民の皆さんに温かく迎えていただいたことが特に心に残っており、その石川県において多くの方が犠牲となられ、今なお安否が不明の方がいらっしゃることや、避難を余儀なくされている方が多いことに深く心を痛めております。亡くなられた方々に心から哀悼の意を表しますとともに、ご遺族と被災された方々に心からお見舞いをお伝えいたします。冬の寒さが続く中、また特に地震発生からしばらくの間はことのほか厳しい環境の中で、多くの被災者の方が避難所での生活を続けてこられており、長期化する避難生活において、高齢の方々などの病気が悪化したり体調を崩されたりすることが案じられます。今回の地震では、半島地域において道路網が寸断したため、救出救助活動が難しくなっており、孤立集落が発生したりしました。水道施設の復旧が難しく、断水が長期にわたっており、非常に不便な生活を強いられている方も大勢おられます。このように厳しい状況の中で、救出救助活動や救援物資の提供、被災者の医療健康支援、ライフラインの復旧などに日夜懸命に取り組んでおられる皆さんに、改めて心からの感謝を伝えしたいと思います。また、発災直後から数多くの専門ボランティアや NPO が被災地で活動を開始し、被災された方々のさまざまな支援に当たっています。きめ細かい支援の大切さを感じるとともに、被災地において、これらボランティアやNPO の活動をされている方々の尽力も大変ありがたく思います。さまざまな困難な状況が続いていますが、今後、多くの人々からの支援を得て、復旧・復興が順調に進んでいくことを心から願っています。今回の地震により、能登地域独自の伝統的な文化や
産業も大きな被害を受けました。地域の歴史文化、伝統産業はそこに住む皆さんの心の拠り所となってきた大切なものだと思います。伝統技術を受け継ぐ若い人々の力を得ながら、長く受け継がれてきた伝統文化を守り継承していくための支援も大切であると思います。被災地にお見舞いに伺うことについては、私としては現地の復旧の状況を見つつ、被災者の皆さんのお気持ちや被災自治体をはじめとする関係者の考えを伺いながら、訪問できるようになりましたら雅子と共に被災地へのお見舞いができればと思っております、考えております。国内全体に目を転じると、自然災害や物価高などにより多くの人々がさまざまな困難を抱えながら生活しており、支援を必要としているお年寄りや障害のある方、生活に困窮している方や生活困窮世帯の子どもたちなど、社会的に弱い立場にある人々のことが案じられます。同時に、このような社会的に弱い立場にある人々を支え、その命と暮らしを守るために力を尽くされている方が多くいることをありがたく思っています。大変なことも多い中ではありますが、人々がこれからもお互いを思いやりながら支え合い、困難な状況を乗り越えていくことができるよう願っております。地球規模では地震や水害などの大きな自然災害が起きています。この1年においても、モロッコやアフガニスタンにおいて大きな地震が発生し、多くの人々が亡くなったり負傷されたり、家を失い避難生活を余儀なくされたりしています。大雨による被害や山火事、深刻な干ばつなど、地球温暖化に伴うと思われる自然災害も世界各地で多発しています。ここに改めてこれら自然災害により犠牲になられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方々にお見舞いをお伝えしたいと思います。地球温暖化についてグテーレス国連事務総長は昨年7月27日の会見で、現在の状況を地球温暖化の時代から地球沸騰化の時代が来たと警告しています。以前にも述べましたように、持続可能な世界を築いていくためには、世界の人々が知恵を出し合い、共に手を取り合って協力していくことが今まさに求められており、地球温暖化の問題は今私たちが真剣に取り組まなければならない喫緊の課題であると思います。また世界各地で現在も戦争や紛争などが発生し、多数の人々の命が失われています。飢饉や貧困、抑圧や偏見などに苦しみ、生命や尊厳が脅かされている人々もいます。世界が直面するこうした困難な状況に深く心が痛みます。平和な世界を築くために、世界の人々がお互いの理解に努め、お互いを尊重し、お互いを思いやりながら協力していくことの大切さを
改めて感じています。このような中でもこの1年明るい話題もありました。昨年の5月には新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行しました。引き続き感染症の流行を注視していく必要がある中にあって、人々の日常生活が元に戻っていく上で確かな明るさが見える年となりました。科学技術の分野ではつい先日の2月17日 H3 ロケットの打ち上げが成功しました。また1月20日には小型月着陸実証機スリムが月面へのピンポイント着陸に成功しました。はやぶさやはやぶさ2に続き、宇宙開発の分野で長年にわたり積み重ねてきた技術が花開いたものであり、関係者の努力に敬意を表します。生成 AI など AI の技術の進展が注目されてきていますが、能登半島地震の被災地では日本の優れた水処理技術と AI を結びつけた自立制御型のポータブル水再生システムの活用により、入浴や手洗いのサービスが提供され、厳しい状況にある被災者の方々の助けとなっています。こうした取り組みは若い人たちが中心となって設立した企業による取り組みと聞きました。全国各地から駆けつけたボランティアの活動を含め、若い人たちのこうした活力が我が国の新しい可能性を切り開いていくことを期待したいと思います。また例えばスポーツの世界では、昨年開催された野球の WBC での日本代表チームの3大会ぶり3回目の優勝や、米国メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手が史上初となる2度目の満票選出での MVP に選ばれたこと、あるいは将棋の世界で藤井聡太さんが王座のタイトルを獲得し、史上初の八冠を達成したことなど、若い世代の人々が日々の努力の積み重ねにより新たな世界を切り開いていく姿は、私たちに明るい夢と希望を与えてくれました。新型コロナウイルスの位置づけの変更により、昨年は園遊会が再開され、両陛下での地方訪問も本格化しました。国際親善を目的としたインドネシアへの訪問には皇后さまも同行されました。行事や訪問先でのエピソードや印象に残っていることをお聞かせください。皇后さまは昨年還暦の誕生日にあたり、これからまた新たな一歩で、また新たな気持ちで一歩を踏み出し、努力を重ねながらこの先の人生を歩んでいくことができればと今後への思いを綴られました。ご結婚から30年、共に歩んでこられた皇后さまへの思いとともに贈られたい言葉があればお教えください、はい、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の落ち着きを受けて、コロナ禍にあって開催されていなかった園遊会を昨年は春、秋と開催することができ、久しぶりに多くの皆さんをお迎えできて嬉しく思いました。6月には全国植樹祭に出席するために岩手県を訪れました。高田松原津波復興記念公園の国営追悼記念施設、海を望む場において、巨大な津波が押し寄せた
広田湾を望み、東日本大震災当時のことを思い出しながら、犠牲となられた方々のご冥福をお祈りし、花をお供えいたしました。東日本大震災津波伝承館では、震災での体験を後世に伝える活動などをされている方々からのお話を伺い、震災の事実と教訓、そして人々の体験や復興への思いなどを後世に伝えていくことの大切さを感じました。奇跡の一本松のモニュメントを初めて実際に見ることができ、全国植樹祭の記念式典でも奇跡の一本松の遺伝子を受け継ぐ南部赤松の苗木を植えることができました。また記念式典では、奇跡の一本松を用いて制作されたいわゆる津波ビオラなどで構成される弦楽四重奏を聞くことができ、以前私自身がそのビオラを演奏会で弾いたことを思い出しました。この地域がこれまでたどってきた困難を思い起こしながら、全国植樹祭が開催されるまでに復興が進んできたことを雅子とともに心から嬉しく思いました。今回訪れた陸前高田市、大船渡市や釜石市では、被災地の皆さんから直にお話を聞くことができ、幾多の困難を抱えながらたゆみない努力を続けてこられた姿に心を打たれました。皆さんのお話を伺いながら、まだ課題が多く残されているものの、復興が着実に進んできていることを感慨深く思いました。被災地が新しいコミュニティ作りをはじめ、今後真の復興を遂げていくことを心から願うとともに、被災地に引き続き心を寄せていきたいという思いを新たにいたしました。9月には全国豊かな海づくり大会のために北海道を、そして10月には特別国民体育大会のために鹿児島県、国民文化祭および全国障害者芸術文化祭のために石川県を訪れ、それぞれの地域の特色に触れ、この国の自然、風土や歴史、文化の豊かさを改めて感じることができました。今年の歌会始めの歌でも読みましたが、各地を訪れた際に皆さんと直に接することができたことは大変嬉しいことでした。それぞれの場所でいろいろな方のお話を直接伺い、皆さんの笑顔に接することができたことも心和むことでした。地方を訪れた際、それぞれの関係者の方々が感染防止対策に気を配りながら万全の準備を進めてこられたこと、また多くの道県民の皆さんが私と雅子を温かく迎えてくださったことに、雅子とともに心から感謝したいと思います。6月には日本インドネシア外交関係開設65周年および日本 ASEAN 友好協力50周年という記念すべき年に、雅子とともにインドネシアを訪問できたことを大変嬉しく思います。二人揃っての初めての東南アジアの国への公式訪問ということもあり、私たちにとってとても思い出深いものとなりました。訪問中はジョコ大統領ご夫妻やハメンク・ブオノ10世ジョクジャカルタ特別州知事ご夫妻をはじめとして、各地で
インドネシア政府や国民の皆さんに温かく迎えていただき、心のこもったおもてなしをいただいたことは大変ありがたく、心から感謝しております。この機会に改めて今回の訪問の実現に尽力されたインドネシアと日本の多くの関係者の皆さんに感謝したいと思います。訪問を通じてインドネシアの歴史や多様性に富んだ豊かな社会、文化に対する理解を深められたほか、両国の間で長年にわたり培われてきた友好親善と協力の実績を目の当たりにすることができました。また、ボゴール宮殿、同植物園、ダルマ・プルサダ大学、ボロブドゥール寺院遺跡など、かつて上皇、上皇后両陛下もご訪問になったゆかりの場所を訪問したり、両国間の交流にさまざまな形で貢献されてきた幅広い世代の方々に直接お会いして、両国の友好親善関係が難しかった時代を経て、世代を超えた人々のたゆみない努力により、努力と交流を通じて育まれてきたことに思いを新たにいたしました。日本や日本の人々に温かい気持ちを寄せていただいているインドネシアの人々がたくさんいることを実感し、嬉しくありがたく思いました。中でも日本の文化や言葉などを通じて日本に関心を寄せるインドネシアの若い人々や、インドネシアで暮らす日本の子どもたちや若い人々と交流する中で、今後の両国の友好親善と協力関係において、若い世代が果たす役割の可能性を感じました。両国の若い世代がお互いに対する関心を深めて交流し、両国の相互理解と友好協力関係の一層の深まりに大きな役割を担っていってくれることを期待いたします。今回の訪問が日本とインドネシアの人々の相互理解を一層深め、両国の友好親善と協力関係をさらに発展させる契機となったのであれば大変嬉しく思います。雅子は工夫や努力を重ねながら、この1年も都内での式典などの行事のほか、予定されていた岩手県、北海道、鹿児島県、並びに石川県への地方の訪問をすべて終えることができました。また、久々の海外への親善訪問として、滞在期間が国内で地方を訪問するときよりも長いインドネシア訪問を二人で無事に果たすことができたことに安堵するとともに嬉しく思いました。この一年、都内、宮殿や御所での行事も増えました。いまだ回復の途上で体調には波があり、大きな行事の後や行事が続いた場合には、疲れがしばらく残ることもあります。そのような際には、十分に休息を取ってほしいと思いますし、これからも無理をせずに、できることを一つ一つ着実に積み重ねていってほしいと思います。国民の皆さんには、これまで温かく心を寄せていただいていることに、雅子とともに、改めて感謝の気持ちをお伝えするとともに、引き続き雅子の回復を温かく見守っていただければありがたく思います。
雅子と結婚してから2人で一緒に多くのことを経験し、お互いに助け合い、喜びや悲しみなどを分かち合いながら歩んでまいりました。雅子は娘の愛子の成長を見守りつつ、私の日々の活動を支えてくれる大切な存在であるとともに、講師にわたり良き相談相手になってくれています。本当によくやってくれていると思い、助けられることも多いです。私も今後ともできる限り力になり支えていきたいと思っています。30年を共に過ごし、雅子には私からこれまでの感謝の気持ちを伝えたいと思うとともに、この先の人生も引き続きよろしくと伝えたいと思います。今年愛子さまは大学卒業後、日本赤十字社に嘱託職員としてお勤めになり、秋篠宮家の悠仁さまは成年を迎えられます。愛子さまの最近のご様子や大学生活での思い出深い出来事とともに、日赤への就職にあたってご家族で話し合われたこと、お一方での公的な活動の見通しやご結婚への考えをお聞かせください。皇位継承順位2位の悠仁さまの成長についてどのようにご覧になっていらっしゃいますか。今後期待されていることをお聞かせください。愛子には新型コロナウイルス感染症の感染状況が落ち着き、今年度からは大学のキャンパスに足を運べるようになりました。大学での勉学に熱心に取り組み、先生方やお友達と一緒に楽しく充実した学生生活を送っているように思います。卒業論文の執筆にあたっては、指導の先生方のご助言をいただきながら論文を読んだり、放課後などに大学の図書館や日本文学科の書庫などで資料を集めたりしながら、一生懸命論文を執筆していました。卒業が間近に迫っていますが、残りの大学生活を有意義に送ってもらえればと思っています。これまで温かくご指導いただいている先生方や職員の皆さん、そして親しくしていただいているお友達に心から感謝しております。大学生活では日本語、日本文学科の専門科目の授業はもとより、教養科目や他の学科の授業、例えば日本史、東洋史、日本の伝統芸能や福祉などの講義を聞き、視野を広げることができたことや、ことに今年度からは大学のキャンパス内で先生方やお友達と直にお話ししたり、一緒に運動ができたりしたことなどがかけがえのない経験として印象に残っているようです。またキャンパス内のさまざまな場所を探索できたことも楽しかったようです。日本赤十字社への就職に関しては、愛子は青年の記者会見の時にも、自分の住んでいる町であるとかないとか関係なく、人の役に立とうと懸命に活動している災害ボランティアの姿に非常に感銘を受けましたと申しましたように、人のために何かできればという思いを以前から持っていたように思います。そのような中で愛子は昨年には私や雅子とともに日本赤十字社から日赤の行っているさまざまな活動についてのお話を伺ったり、日赤本社で開催された関東大震災時における日赤の救護や医療活動などの展示を見に伺う機会がありました。このようなことを通じて、
日赤の活動に携わることで、少しでも社会に貢献したいという気持ちを強く持つようになったと思われ、私たち家族ともよく話し合い、日赤で勤めることを希望いたしましたところ、日赤側にも快諾していただいたことはとてもありがたいことでした。愛子にはこの4月から日赤の一員として多くの人のお役に立てるよう努力を続けてほしいと思いますし、社会に出ると大変なこともあるかもしれませんが、それを乗り越えて社会の一人として成長していってくれることを願っています。社会人の一人として成長していってくれることを願っています。愛子にはこれからもいろいろな方からたくさんのことを学び、さまざまな経験を積み重ねながら視野を広げ、自らの考えを深めていってほしいと願っています。また同時に皇族としての仕事も増えてくると思いますが、今後も思いやりと感謝の気持ちを持ちながら、皇室の一員として一つ一つの務めを大切に果たしていってもらいたいと思います。その過程で私たちで相談に乗れることはできる限りしていきたいと思います。皆様にはこれまでも愛子に温かいお気持ちを寄せていただいていることに心から感謝しております。今後とも愛子を温かく見守っていただければ幸いに思います。悠仁親王は今年18歳となり成年を迎えます。小さい時から甥として成長を見守ってまいりましたが、近頃は地方や都内への訪問であったり、外国の方々との交流であったり、少しずつ皇室の一員としての務めを果たしてくれていることを頼もしく思っています。会った時などにはトンボの話や野菜の栽培、またクラブ活動として行っているバドミントンの話など生き生きと話してくれますので、充実した日々を送っているのではないかと思います。これから大学への進路についても考えを深めていくことになると思います。本人が関心を持ち、学びたいこと、やりたいこともあると思いますので、自身の将来をしっかりと見つめながら実り多い高校生活を送ってほしいと願っております。うん。